中野美11月30日から1973年1月3日は、大阪府生まれの小説家、劇作家、法政大学文科中退。中野の状況及び岡本軌道への指示については、日本近代演劇史研究会、20世紀の戯曲、通現代戯曲の展開によると、法政大学中退後、1919年に岡本軌道に指示したとある。 一方、川本三郎、小説家たちの休日では、岡本軌道日記から引用をしながら、1923年に上京して軌道の書生になった1925年に風が悪化して実家に帰り、1926年に再上京したと一致しない情報が書かれている。軌道家の書生となり、文下生の集まりである双葉会に参加し、 戯曲を中心に活動するようになる。1922年に浅草の公演劇場で松本駒サブローラにより中野の戯曲バスへの春が初めて上演される。同年、時事新報の脚本検証募集に茶番紙を応募して一等当選。1930年、儀曲二等信大社が新派により上演。1932年小畜募集脚本に 刺激、木曽義仲が当選。二世、市川佐段寺らにより歌舞伎座で上演された。シンパや深刻劇などで自作品の演出も行うようになる。その一方、ユーモア小説を得意とする。主に、オール読み物詩やキング誌などの大衆雑誌に発表することが多かった。1935年上期、第一回、直木賞候補。 1936年上記第3回、直木賞候補。1936年、佐々木国、辰野九氏、佐藤八郎、四子文六、徳川無生らとユーモア作家クラブを結成した。日中戦争開始直後の1938年に、大阪で陸軍に招集され、約2年間の従軍生活を送る。1940年4月に帰国。 やはり従軍していた日の足平ら従軍芸術家と文化法国会を結成。中野が脚本を提供していた親しかった古川六波の非戦論に対して全面的に戦争を協力する中野との友人関係が決裂していったことが六パの日記に書かれている。第二次世界大戦後は新パ新国劇、歌舞伎などの脚本を担当。 1954年、新派に向けて書いた、儀曲、明日の幸福で、毎日演劇賞及び芸術最賞を受賞した。1961年、中野実儀曲集、儀曲で、第13回読売文学賞儀曲賞候補。東方のプロデューサー池野光の企画により、1960年には、劇作家の生活向上を目的として、川口松太郎、中野実 王城秀次、菊田和夫で劇作家4人の会を結成。1973年1月3日、新橋演舞場で自作の歓劇中に客席で脳一血を起こし死去。味噌次会中野は自身こそ目立たないものの、その交友関係となると非常に広く、いくつもの親睦会のまとめ役となっている。そのうちの味噌次会は中野、石井博士、 小林秀爪らが提唱し、昭和12年から開始され、実際に30代だったメンバーが参加したもの。メンバーが30代を過ぎても会は続き、いつまでも30代の若い気持ちで仕事をしている同志たちの会となり、また、家庭で仕事を支える夫人を必ず会合に同伴するというユニークなものだった。左の画像は昭和28年に持たれた会合。 後列左から、新国劇俳優の島田翔吾、中野みのる、差し絵画家の岩田千太郎、映画俳優の長谷川和夫、歌舞伎役者の14代目森高いよいよ。中列左から、中野夫人、島田夫人、辰巳夫人、脚,人脚本家の大江良太郎、新生審判の石井博、林夫人、長谷川夫人、石井夫人、岩田夫人。前列左から、 東京吉本社長の林博隆、新国劇俳優の辰巳龍太郎。日本近代演劇史研究会、20世紀の儀曲、通現代儀曲の展開 P289 道書、P289 道書 P174、現代ユーモア文学全集中野未集、P193、川本三郎、小説家たちの休日、島田正吾、振り変わず P192、 日本映画情報システム。2020年8月9日閲覧。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 日本映画情報システム。 二千二十年八月九日閲覧日,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 日本映画情報システム二千二十年八月九日閲覧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  日本映画情報システム。2020年8月9日閲覧。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 日本映画情報システム。 二千二十年八月九日閲覧日本映画情報システム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 二千二十年八月九日閲覧 日本映画情報システム。2020年8月9日閲覧。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 日本映画情報システム。 二千二十年八月九日閲覧日本映画情報システム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 二千二十年八月九日閲覧 ありがとうございます。